のと一緒ですお疲れ様ですありがとうございます結婚してはダメですこんばんは今日のチャレンジ毎日チャレンジ毎日結婚チャレンジダメですあ花火いっぱいありがとうございます今日はレディオかだってそうなのすいませんね レイディオでいきまーしゅ。伸ばせに来ました。ありがとうございます。えー、ありがとう。伊沢よさん、茶屋温泉リピーターだって最高な名前ありがとう。ファンレベル10に上がりました。2ヶ月連続ということで、突破隊が337人になりました。イエーイ。 すごい337人になったってありがとうございます嬉しい増えます突破隊三3七秒子確かにタッ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 茶系温泉大優勝ありがとうございます この名その名前このルームで来てからずっと変えとったでえ分かってたよありがとねいやなんかさ名前呼ぶ時ってさなんかもはやこのファンレベ10になった時ぐらいしかさ最近言えてない気がするからさやっぱりね突っ込むところは突っ込んでいきましょうっていうことでねありがとうございます嬉しい本当に突破隊がいっぱいそして あの花火のレベルもねこれ200レベルまでしかないんですけど158レベルまで来てましてみんなのギフトとコメントとのことでのもので花火ぶち上がりまくってます158レベルです。 最終日まで花火は持つのだろうか本当だね持つのだろうか <laughs> あと4日って書いてあるんだけど配信時間によるかなあ花火ありがとうございます嬉しいやばすぎ何すご待って9万9000ポイント達成したの今 10万ポイントいっちゃいそうすごすぎるありがとうございます今日も花火がいっぱい待ってて最高お疲れ温泉ですだってお疲れ様んさんお疲れ温泉サマンサこんばんはこんばんは今日はスマホからラジオで配信してるので頑張ってコメントを。 追いつくように読むの追いつくように頑張ります昨夜何食べたえ聞いちゃう家系ラーメンー <laughs> 家系行っちゃったよね終わったわマックとかピザとかのがまだマシだったんじゃないか説ある家系行っちゃったん。わ <laughs> <か>ー <laughs> あ花火ありがとうやっぱ私がラーメン食べてから花火も <laughs> 打ち上がりましたヘラヘラ乗せに来ましたこんばんはありがとうございますフォロワーもねそうですね伸びてるから1800いくんじゃないって言われてる行ってほしいね頑張ろう日本孫や息子が1歳になったんで写真を送りたいのですがどうすればいいでしょうかインスタの DM 送るのできないかな 私は勝手に見られるのであれ承認みたいなやつは全員さしてないんだけど見ることはできる <laughs> あれからラーメンかハハハハハ家系ラーメンきたーだってうんうん本当に美味しかったです大満足ふふふフでも 本当に油でギトギトになっちゃったお腹と喉がでなんか3時間4時間ぐらいは食べ終わった後寝れなくて結局朝方になっちゃってそっから寝ましたはははははカロリー温泉って言われてる本当にそう 残しににままたありがとうございますこんばん,はにこんばんはにインスタの金沢グルメどれもおいしそうでしたねだってありがとうを見てくれてインスタに金沢旅行のもろもろを全部載せてみました金沢で食べたものがほとんど載ってますありえんくらい載ってます ぜひ見てみてください。インスタグラムは大竹ひとみで検索してください。こんばんは。今回はお箸でおじさん掴んでませんでしたね。ねでも後ろに映り込みおじさんがいっぱいいたのでモザイクで隠しておきました。さすがに。 うずらの卵トッピンング好き。あ、ラーメンですか。やっぱ卵トッピングはさ外れないよねうずらの卵もそうだし味玉もそうだしやっぱり卵のトッピングって外れがないていうか入れたい普通にうまい卵はうまいだうまいだ <laughs> うまいだ<笑><笑> インスタの DM ってどうやらチャットの正体を承認してもらえると写真送れないらしい。あ、そうなんだ。困ったね。それか。あ、でもあれか。さすがにさあ、Twitter とかでタグ付けって思ったけど、それもあれだもんな。あ、あれは私に写真をさ、見せるの。あれやってる人いるストーリーの限定公開。 ストーリーの親しい人の公開にして私を親しい人に入れてもらってタグ付けするの私を「ク茶系627」6 27をタグ付けすると私にメンションが来るから絶対見れるようにもなるし限定公開だからお子さんの顔を世間一般の皆さんに知らせることもなく見せられると思う。でまあ、他にも 私のファンの方がなんか「チャけのアクスタを持ってどこどこに行きました」とか「チャけちゃんのまる大切にとってありますよ」とか見せてくれる今でもそれストーリーメンションしてくれることで見せてくれる方いるよ。どうどう <laughs> こんばんは、ヤホー。た竹ちゃん、こんばんは、どうも。昔、うずらの卵のトッピングダブルでしたら、11個来て笑ってやばすぎ。それだけで昼ご飯伸ばせに来ました。初見さん、ありがとうございます。茶系温泉の大竹ひとみです。よろしくお願いします。まあ、きっと、48がね、好きな方だと思うので、あの大竹ひとみさんというのは分かってくれてる気がします。よろしくお願いいたします。 ユーティネットさんたくさんの桜餅ありがとうそしてたくさんの花火皆さんありがとうございます一気に増えましてレベルがなんとなんと162レベルになりました <laughs> すごすぎるありがとうございますこれレベルキャー <laughs> レベル200で花火が 上がるんですけどあと4日まで花火イベントあと4日間花火イベントに参加してるのに昨日から始めて162だから終わっちゃうよこんばんはこんばんレベルキャー <laughs> スマホ落としたなんかさ 延長コードじゃなないんだっけ充電コードの長さがなんとも微妙な位置でねギリギリ引っ張ってやってるとあ,あこんばんはのぼせに来ましたありがとうございますヤッホー10分でレベル12アップ確かにさっき150いくつだったよやばすぎ 今日中に花火鑑賞終わわりそうって言われて言れる花火でもなんかゆるいべとしてちょうどいいなと思ってたんだけどさかな後半の方何にもなくなっちゃうねラジオそうちょっと今日ラジオ配信させてもらっておりますしよろしく変わらずねテンションは変わらずお送りいたしますし よろしくお願いします。こんばんは。ヤッホーのぼせに来ました。ありがとうございます。茶毛温泉にゆるいべは存在しないだって。<laughs> そうかなあ、花火上がった。ありがとう。Thank you. ありがとうございます。 あそうださっきなんだけどショールームさんから通知が来てなんだろうって思ったらデカハートあったじゃん確かデカハートだったと思うデカハートイベントのえー、っと5位になってあれ結構ギリギリさなんか6位か5位かみたいなところをみんなに頑張ってもらって5位にしてもらったじゃないですかあの5位になった あの景品クオカードペイ五5 0 0 0円分がコードが届きましてゲットいたしましたそうカラオケした時のやつですねありがとうございます皆さんからいただいた景品がしっかり届きましたありがとう5000円分ってすごいよね なんかそれ6位になったら2,000円か3,000円で5位だったらその6位から11位とか結構な幅が2三千3 0 0 0円でで5位4位に上がると5,000円っていうので倍近く差があるぞっていうのでみんなに5位がいいなってお願いしちゃったんだけどそうしっかり5位に入って。 でゲットできまてたてかショールームさんの連絡が早すぎるつい先週とかじゃないなんかイベント終わったの。体感ねなんかねあのコード系そのギフトコードとかで配布できるものはねイベント終わって1週間以内に連絡あるね。でこうもので あの大きいものとか何て言うのかな個体としてゲットしなきゃいけないものはなんかこう配送に結構かかるからみたいなそういう準備がかかるから、まあ、1ヶ月ぐらい見てくださいみたいな連絡がたまにあるんだけどそうギフトコード系だとか1週間以内に連絡くるびっくりしちゃう早くて。 ありがとうございます。ショールームさんもファンの皆さんもそしてお祝いの花火が上がりました。ありがとうございます。ワイがイベントでチェキ当たった時は連絡来るまで1か月くらいかかったけどマジウェンウェンヘアアイロン買っちゃいないよだってえそうなのヘアアイロンちょっと注文しなきゃと思ってそうね。 変えます家にあるヘアアイロンのプレートがなんかなんか滑り悪いなと思ってさプレート見たらさ縦線がいっぱい入ってたんだよね <laughs> 謎の <laughs> そうわかんないやっぱオイルつけてからやってみたりとかそういうので劣化してんのかなストレートアイロンのプレートがねかなり劣化してたんで。 そのアマギフとかクオ・カード・ペイとかクオ・カードはまあアマゾンじゃ使えないから皆さんから頂いた,だいたアマギフを使ってそのシャンプー系だったりヘアアイロンだったりとか私の B に使わせていただきたいと思います本当に感謝ありがとね待ってコメントが全く表示されないえこれ聞こえてんのかな えー、ちょっと待ってくださいね更新しますあみんな生きてる <laughs> 失礼 <laughs> みんな生きてるあ全然あ聞こえてたあ本当に聞こえてた私コメント20個ぐらい前で止まってたあみんなめっちゃ反応してくれてたのにごめんねおおおおお 久しぶりに燃えたイベント最終日確かにそうだねえやっぱ5位がいいって私が最後に言うから <laughs> 花火のこのイベントはねランキングがないのでちょっとるくいきましょうグループの時より直だと連絡早いはまあ実際ね間を挟まなければやはり早いですねこんばんはにーやほ。ー。 イベント多いからどんどん天ギフトとか処理しないと大変なことになるのかなあーショールームさんがってことでもそれはありそうだね早めにどんどんさばいていかないと誰に何を連絡したのか <laughs> いつのイベントの何が遅れてないのか <laughs> 大変なことになりそうこんばんはこんばんはヤホー,やっほークオカードペイってビッグカメラで使えるのかって書いてあるマジそうなの そっかコメント見えないから見えてるようなコメントも見えないのに生きてるわよだって <laughs> ごめんね見えてなかった今見えました <laughs> あ,ありがとうございます綺麗ギフト綺麗ギフトが綺麗 Thank you こんばんは初めての方もいっぱいありがとうございます茶家温泉の大竹ひとみですよろしくお願いいたします お願いいたします。フォロワーさん2,000人を目指して毎日ゆるっと配信してるのでもしよかったらまだフォローしてないよって方はねフォローしていただければなと思います。<laughs> あら初見さんでお団子とかも投げてくれる優しいですね。じゃギーありがとうお気軽にコメントしてください。 こんばんばはのぼせに来ましたサウナ行きたいありがとうみんな行きたいよねそれなビッグカメラって年末にカレンダーもらいに行くところだよねやばい <laughs> いける家電量販店久しぶりに行きたいななんか行くとワクワクしちゃうヨドバシとかビッグカメラとか別に買わなくてもなんか最新の家電はワクワクします それこそなんか春の新生活とかでいろんなの出てそうだなあれこの景品っていつのイベントだっけとか去年よくあったなだってえっそれねあれでしょうなんかさカタログギフトとかメンバーがさそうなんだろう果物カタログギフトとかなんとかとか言った時にそれ何のだっけ私もよく言ってたね <laughs> そうなんよ困ったことにこんばんはヤホーこんばんはにー <laughs> あああああ こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうもー。あれ、音量が。音量、音量ボタンがなんで反応したのよ。こんばんは。こんばんは。待って、待って、上まで追いついてる。あ、追いついてた。びっくり、びっくり。今は冷蔵庫や洗濯機とかの売り出しがすごい。ああね。 いやなんかさ私のさ洗濯機はさあのドラム式がね置けないからドラムじゃないやつを使ってるんだけどあの今の生活の状態でこれがあったらより生活が楽になるだろうなランキング1はドラム式洗濯機だなって思ってる。そうやっぱりさ なんだろう別にね私洗濯は嫌いじゃないんですよちゃんと毎日ほぼ毎日洗濯してでちゃんと干してっていうのはやってるんだけどだし洗いたてのね洗濯物のなんか洗剤のあのいとか広がる感じだったり取り込む時のなんか柔軟剤の匂いとかも好きだから全然ね苦ではないんだけどやっぱりねギリギリになってね あやばい干すの忘れてたとかあ洗濯機回すだけ回して3時間も4時間もたっちゃったとかねやるんですよそうだからやっぱ乾燥機あるとね楽 <laughs> ドラム式洗濯機って言うほどよくはないらしいよでもねあれなんですよ実家がドラム式であやっぱこれあった方が楽だなって思うんよねそうそうそう いいなって思う出て帰ってきて乾いてればもうそれでいいやって思っちゃう取り出しも確かに便利だよねそうなんだよねまあなんかちょっと遠い夢に思っておこう <laughs> 遠い夢ですねまずはそれを置いちゃうとなちょっとな でもドラムもなんかさあれだよねちっちゃめのドラム式洗濯機とかも出てきましたよね最近そういうのもきっと見たら面白いんだろうななんかさちっちゃいけど便利で思い出したんだけどあれなんだっけあれ出てこない水とお湯出るやつ <laughs> ひどいえー、っとウォーターサーバーだそうそうウォーターサーバーでさ あのすっごい狭いところでも一人暮らしワンルームとかでもか置けますみたいな「そんなちっちゃいのあるの?」みたいなのがそうインスタでなんか私が水をたくさん飲むのを知ってるかのように広告で出てきて「えー?」みたいな,なんか「インテリアのもう邪魔しなくていい」みたいな書いてあるから確かにいいじゃんと思ったんだけど。 でもなんかそのウォーターサーバーも結局なんか飲む水にもやっぱ自分はこだわりがあってその香水ちょっと香水っぽいだけでなんかまずって思っちゃったりとかそうなんならなんかサントリーの天然水とかのウォーターサーバーが欲しいとかあるわけだからなんかそういう見た目置き場所とかを考えて食はやっぱ考えらんないなと思ったねうん。 と言いななながら水を飲みますそうなんだよねなんかすっごいちっちゃいすっごい狭いところでもけますそして中身は「天然水サントリーの天然水です色はすです」とかあったらめっちゃ魅力的なんだけどそうではないんだもんな多分。 どうなんだろうタンクがあって中身は入れるのは自分でやるって感じなのかなそうだとしたらあれだよね何リットル分の天然水をペットボトルで買う必要があるから意味ないよなそしたら普通にね浄水器とかペットボトルで買ったやつ注げばいいんだもんなそれちょっと意味わかんなくなっちゃう <laughs> なんかそれは違うよな難しい。 ってことは結局いらないんだろうなうんそう思いました <coughs> ああアマゾンの定期便とかでもいいかもね,ねそうだよねそれで水が安いんですか <laughs> ね ウォーターサーバー水交換が大変えそうなのよなんかそれこそ楽屋のウォーターサーバーはサントリーの天然水だったんだけどあれなんかねすごいね奥の方に設置してるからねあの後輩が大体入れ替えるんですけど大変でしたよ入れるの持ち上げるのも大変だしあーあーああって言いながらやってました <coughs> そうでもアマゾンの定期便でやってるわけじゃないんだけどアマゾンでね私は今ルイボスティーと体健やガチ茶を買っているわけですよもうね家がね水浸しなんだよね <laughs> そう加好きじゃないけど本当に家がちょっと水分量多すぎちゃうからさすがにウォーターサーバーやっぱいらないわ今思った <laughs> 今思ったけど 24本入りのペットボトルの段ボール積み上がってたと思ってそう水浸しになっちゃうねペットボトルの「体健やか」って2ケース分とルイボスティ1ケース分とその横に「ナセレブの」の3つ入りのワンセットあるじゃん3箱ワンセットあれが山になって積んであって。 そう私の家の一部分それで埋まってんだよね <laughs> やばすぎ花木か水か業者ですかやばい <laughs> そう今度あのー、実家に届いた皆さんからの,あのプレゼント山になってるような大量のプレゼントの中に花セレブがあって はい、一応全プレゼントは実家に届いているのでそっからまたあの私の部屋で使うようなやつを運びに運びたいと思います実家に届くようにしたのもう絶対おうちに私のお家に届いたら入んないと思って <laughs> 本当にプレゼント入んないってなっちゃったからこの量は入らんと思ったから実家に送りました でもね去年だかなんだかに実家大掃除して私の部屋も他の部屋も全部結構大掃除断捨離したんですよ。それで私の部屋本当に物なくなってまあなんかすっきりしたんですけど棚とか棚はあるんだけど中に物がないみたいなそれこそ地震で倒れやすいから今一番あかん状態なんだけどそういうね すっからかんのお部屋が出来上がってるのでまあこれが届いても大丈夫だろうと思って送りました <laughs> お疲れ様です <laughs> ありがたいお話ですよ何たくさんいただいちゃってそう、そこから実家で使うよう私の部屋で使うようでうまくコントロールしながら使っていきたいと思います やっぱ定期的にコメント見えなくなるな困っちゃう <laughs> あ動いた画面が動かなくなっちゃうんだよね でもさ思ったんだけどさ音声が途切れない限りさ私がさこの画面が動かない的なその重いなーって感じる感覚なんかギフトのエフェクトが見えないとかコメントが動かないってやつってさあのカメラ止めてるじゃんラジオ配信だからみんな的にはあんま止まった感ないよね。えどううなんだろう 配信チーム2回ぐらいさ止めて更新してるんだけどさ更新してる感覚ないのかなね画像付きでやってる時ああ止まっちゃったとか思うんだろうけど <laughs> あれ動かないなーって感覚あると思うけどねやっぱ気づかないよねそうだよねその点なんかストレスフリーですねラジオ配信は。 なるほどありがとう教えてくれてえ待、ー、って今 TVer からさ通知が来てさ芸能人格付けランキングのさ春の3時間スペシャルの通知来たんだけどめっちゃ見たいわ <laughs> えーやってたの通知が来てるってことはもう過去の話だろうなえー、おもろそう見よう <laughs> なんていうどうでもいい話をしちゃいました あら結婚してダメです結婚してはダメですコメントが動かないことないルームですからコメント動かなかったら不自然でしょゃけさん的にはそうなんだよねありがたいことにさやっぱコメントとギフトとあとなんか誰々さんが初めて訪問ですとかそういう通知がずっと来るので動かないってことは止まってるなって思っちゃう。 視聴者的にも最近ショールーム重いよ。やっぱ春休みだからかな。そんな気がする。待って。昨日見たよ。格付け後で見よう。<laughs> あー待って、梅市さんのファンレベルが10位に上がりました。初めてだって。初めて。ファンレベル10。嬉しい。ありがとう。突破隊338人になりました。 ありがとうございます。突破いたしました。ファンレベル10。338人目の突破隊ありがとう。Thank you! ありがとう。あーって思ったら、なんと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 、あつさんのファンレベルが10位に上がりました。初めて、わっしょー。え、嬉しい。ありがとうございます。ちょうど桜の花火を投げてくれたのね。ありがとうございます。 そして339人になりましたすごーいありがとう初めての突破隊いいですね嬉しいですありがとうございます突破隊339すご三 <laughs> 340もうすぐね次の方で340人えまさかこんな行くとは本当にありがとうございます嬉しい えすごい嬉しいやったありがとう,う,う <laughs> すごいですね。春休みだから視聴者数が多いのかとか思ったけどそうあんまそういうことなさそうだよななんかショールーム見てる人やってる人さ学生ももちろんいいけど学生より社会人の方が多くないどう思う ななんんんかそんな気がすんだけどねでもこの電波状況とか最近マジで街に人が多い本当にえなんかそんなに人いたっていうぐらい人が多いえ思わないみんなどこ行っても人多いんだけど電車なんかこんな時間電車こまないやろ普通みたいな。 今平日だし困まないやろうみたいな時間帯で押し出されるほどなんか電 <laughs> 車いっぱい人行ったりとか道渋滞してたりとかえ無理無理ってなってるこれは春休み効果ですかねね初見ですだってありがとうコメント茶系温泉の大竹ひとみですよろしくお願いしますゆっくりしててくださいもしよかったらフォローも してくれると嬉しいです。フォロワーさん2000人目指してます。よろしくお願いいたします。はい <laughs> 休みだから配信する人も増えてる。都内は特に多く感じる。外人さんが多いですね。そうだね。本当に多い。外国の方も多いし、まあなんか学生もなんか微妙な学生。<laughs> <laughs> 微妙な学生じゃんなんていうのやっぱ学生っていうとさなんか中高の,あの制服のイメージがあるじゃないですか大学生ぐらいのん社会人ではないよねきっと大学生ぐらいの年だよねみたいな年の集団が多いですねこんばんは <laughs> どうもああフォローしてくれた方いるありがとうございますハートハートそう今日ちょっとラジオでお送りしております伸ばせに来ましたありがとうございます <laughs> <laughs> いつもは学校に押し込まれてる層が街を徘徊してるからね言い方ねまだ本当にそうだよねうんうん渋谷なんか観光バスでやってきます観光バスか確かにね多い気がするわ <laughs> 休日の朝7時人いすぎてなぞ絶対今ディズニーとか行きたくない <laughs> こんばんばはどうも。あ結婚して投げてる人がいますね。えー、ダメです。はい。本日もダメです。<laughs> こんばんは。初見さんいっぱい。今日もありがとうございます。茶匠温泉の大竹ひとみです。よろしくお願いいたします。よろしくね。ありがとう。来てくれて。 ゆっっくくりしてっていださいもしよければルームフォローもしてくれると嬉しいですフォロワーさん2,000人目指しているので応援してくださーいお願いいたしまし四4月は混むぞだってうわ確かにうわそうだね確かにそのイメージあるわ4月の朝の電車なんか右往左往する人が多くなるじゃないですか あの自分も含めねやっぱ新しい職場新しい学校っていうことでまだ慣れてない人たちが朝の,あの、まあ、慣れてる人たちは、まあ、朝なんて戦場じゃないですか駅なんて。早歩き走り回る人たちがもうゴニョ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 いる場所でそのど真ん中であっちで合ってるかなこっちの出口かなあれ何番線ってあっちなんてやってるともうね戦場に巻き込まれてもう。 走っていく馬に踏みつけられるような気持ちになってしまいます。本当につらい。バタバタしてしまうので、気を、気をつけます。はい、頑張りましょう。ゾンビの話って言われてるけど、ギリ人間の話してます。<laughs> そうだね。その通勤の波に乗り切れない新社会人の子たちが初いしいよなってコメントがあります。 改札付近は特に気をつけて本当にそうなんかねこれだけはね自分ももちろん気をつけてるんだけど全世界の人に言いたいのは改札付近とエスカレーターの降りたところで止まらないでって思ってる私も気をつけてるからお願いだからエスカレーターは早く降りてくださいってもうぶつかるよお願いだからぶつかるよ <laughs> 避けられないよって言って あれマジ事故のもと怖いよね激コアですそうなんよな改札とエスカレーターは危険です <laughs> 最近何されてますか最近はやっと旅行の波が落ち着きました旅行の波がとはそう旅行に行きまくって はい、遊びまくって食べまくって買いまくってっていう1ヶ月が終わりを告げようとしてるとこですはいううん、うん 朝のターミナル駅マジ洗浄エスカレーターの降り口へ止まんの困るよねあれパスもがどこどこの急停止ほんと怖いえほんとにそう改札の前まで来て定期探すやつほんとにそうなのお願いだから電車の中でポケットに入れとくか手に持っといてに残高不足はほんとにやめてほしいわかるそうなんですよ自分もやらないように気をつけてる うんうん怖いよね事故のもとですあれはそう思うとね車で通勤されてる方を恨ましく思います、まあ、渋滞あったら困るんだろうけど <laughs> ああなるほどね。スイカをタップするところに永遠と切符をタッチして起動しないで怒る外国の方がいると。ああでも確かに分かりにくいよな。切符とタッチと。なんだかんだね、スイカ買っといた方がいいですよね。海外の方もぜひ旅行に来た際は。 <laughs> 食べまくって体重は元に戻っちゃっただってえー、戻ったどころか増えました <laughs> 残念ながらあの体重は元に戻っちゃったどころかですねだいぶ増えてしまったのでもう終わりです <laughs> はい残念ながら。 あそう今実家にいるんですけどちょっと母親が目の前にいたんですけど電話がかかってきたみたいでちょっと話し声がかぶって今うるさかったかもしれませんごめんなさいこんばんはどうもあらありがとうございます徳島和さんのファンレベルが10に上がりました初めてということでお団子10個も投げてくれてありがとうございます突破隊340人になりましたありがとうございますイエーイ ありがとう340だってありがとうございます Thank you ありがとうついに340人までほん当に誰か三350人いきそうって言ってたけどワンチャンあります <laughs> 僕なんて普通の買い物の会計で残高不足で払えんかった時ビビった最近キャッシュレスで現金使わなすぎてあるあるだわ本当にそうえ半導体不足でスイカが新規発行してないそうなんだあえー、じゃあモバイルしかないということかそれこそ大変だわ無理無理それは新規で外国の方が作るのは難しいわ にゃそっか新規発行してない知らなかったわ半導体不足ってもう本当にこの時代には深刻なお悩みですよねうんうんこんばんはどうもこんばんはどうもどうも。 こんばんばは <laughs> 前より増えてたの分からなかった体重ですかまあでもなんか人生最高体重まではいってないよなやっぱさすがに。そこまではいってないしまあ髪型とか髪色とか印象もどんどん変わってるから。 他の部分で変化が多すぎて体重がいくらら増えてもわからなさそうあとみんなの前にこう出た最後の姿がやっぱりあの卒業公演の極限状態まで痩せた私だったのでそっからねリアルの私を見ることはないだろうからうわ太ったなって感じないと思うよ。 うんうん。<laughs> キャッシュレスになりすぎて財布から小銭出すのめっちゃ苦手かな分かんないけどなってて笑ったわかるでもなんか小銭めっちゃ増えちゃったって時現金で払いたくて小銭のとこ開くんだけどなんかゆっくりえー、っと30 「ようえん」とかだしてちゃちゃごめんなさいって気持ちになってくるわ <laughs> かる人いそうちゃけしゃんちゃけしゃんだってちゃけさん痩せすぎだからそんなことないですよ そうでも現在の大竹ひとみさんはあのそうあでもあの時あれかまだ髪も明るいしな2週間ぐらい前だからまた印象は違います うどん屋はキャッシュオンリーが多いので小銭出すのはまだ得意です素晴らしいうどん屋さん行きたいです美味しいうどん食べたい小銭は無人レジで財布ごと入れちゃうああね確かに無人レジ増えたよね インスタ1枚目めっかわだったな <laughs> ありがとうあれ <laughs> ね本当にねあの時市場であの近江町市場だっけ行ってカニとかウニとか食べてでおでんも食べてめっちゃ食べたんだよいろんなのでその前にホテルの朝食も食べててあっ <laughs> お腹パンパンの状態で市場行ってだけどやっぱ甘味が欲しいからバナナジュースさっきの果物屋さんで売ってたよなとかいちご串みたいなやつも売ってたよなと思ってあれもこれもってやって死にそうになりながらちょっとバナナジュース写真撮っといてってお友達にお願いしたんだけどなんか念願の甘味って感じで。 ずっとお刺身とかお刺身じゃないそのカニとかおでんとか,なんか和だしみたいな感じの味だったからついに来たバナジューと思ってあの顔になりました <laughs> <laughs> 金沢のおでん有名ですね金沢おでんのなんかあの車麩おフですねでっかい。 おふとなんかあのナルトみたいなぐるぐるのかまぼこあれなんかよく見るなと思ってとりあえずた頼んでみましたおふ美味しかったなーしみしみでじゅわーってなってました、ね、香川のうどん食べてほしいわ本当にそうだよね行きたいです、ね、本当に今年中に行くわうんうん この前親とご飯食べに行ったらバーコードリーダーから注文できる店あって驚いたあれ楽だよねめっちゃ楽で好きだってさ人呼ばなくていいし <laughs> 陰キャ出てるすいませんってやんなくていいしね履歴とかもさ見れてあこれさっき美味しかったよねっていうのもさそっからワンタップで注文できるし楽だよねうんうん 私も1月金沢おでん食べたけど最高でしたね美味しかったでもお友達しいたけ好きでバカでかいしいたけ頼んでたのよもうちょっと私しいたけ苦手民からするとびっくりしちゃってなんかもう衝撃のビジュアルに <laughs> ってなった <laughs> ごめんなさいしいたけ好きな人本当に申し訳ないんですけどしいたけだけはちょっと、ね、苦手でね びっくりしたな自分の手のひらぐらいのサイズのーいたけが出てきてそうでかーって言っちゃった <laughs> そうそう車符タイヤみたいなやつ車符美味しかったんで家でも入れるようになりましたうわめっちゃいい最高。 波動のバデカネガボールみたいなしいたけそうもうでっかい「えー!」って思って「<laughs> 手のひらサイズのしいたけ初めて見た」と思って「もうこれは生きてるわ」すごい生命力だと思ってでもねその子はしいたけが大好きでわざわざ頼んだぐらいだったからその「あのげるとか考えなくていいからもう丸々飲み込んじゃって」って言って <laughs> 美味しそうに食べてました。 野望船に来ましたありがとうございます茶気温泉の大滝ひとみですよろしくお願いしますもしよかったらゆっくりしていってください今フォロワーさんも二千人を目指して頑張っているのでフォローしてくれると嬉しいです普段は顔出しの配信をしてるんですけど今日はちょっとラジオで配信させていただいております猫 <laughs> が泣いてるトークで あらフォローありがとうございます。天球気づいたらですね、花火イベントもレベル171まで来ておりまして、どんどん増える。ありがとう。花火打ち上がりまくりです。どっかで泣いてる。にゃん 茸茸だけなのの松松ご飯とかの松茸は大丈夫なの松茸自体は食べないって感じ香りは美味しいなって感じるけど単体はやっぱ食べないなそうなんですよね苦手なんですよきのこ全般が <laughs> マリーゴールド雪見知ればマリーゴールドはね爆睡。 マリーゴールド爆睡で雪見シルバーはにゃーんですしめじご飯も食べないなもう私にね何とかは何とかはってきのこの話はしないでください基本食べられないです <laughs> 松茸は香りが本体なので大丈夫これは結構言われたななんかあれは風味を楽しむものだよみたいな。 ね言うよね。雪見シルバーが泣いてるのか可愛い,い。えこれ聞こえる？古 <laughs> 代からある菌類という存在感で食べられない人そうなんだよね。 ある意味、敏感なんだぞ。<laughs> 言い方よくすると <laughs>。言い方よくすると。まあ、なんか、そういうの、感覚的なものに敏感だから、ちょっとダメなのかもしれません <laughs>。<laughs> にゃーん。聞こえてんだ、これ、にゃーんって。ゆきちゃん。おいでー。 ゆきちゃん <laughs> 今ね多分ね私は配信しててママはママでなんか電話かかってきちゃったからそうそっちでお取り込み中だから誰もかまってないのよね。誰もゆきかまってないからああなっちゃった。 ゆきちゃんゆ,ゆきおいでそっちじゃない遠い <laughs> すごい遠いゆき違うフロアに行ってしまった <laughs> かわいそうでもねゆきちゃんもねまりちゃんも なんだろうまあなんか本当に自分が一人で住むようになってからなかなかね会えないんだけどそれでもなんか覚えててくれるの嬉しいよね今日もね帰ってきた時にねそうそう家から家からじゃない,い家に入った瞬間にすり寄ってきて可愛かった犬みたいになんかなついてるからかわいいよねまた寸前の時もあるんだけどさ 呼んだら来るみたいなの犬っぽいゆき <laughs> ちゃんって配信中に無双してた子だってイメージおもろそれですはいあの白猫ですよ <laughs> にゃーんでも猫はしばらく犬いいと結構忘れるからねそうそう。 のぼせに来ました。やっほーこんばんは。茶ャ温泉のおたきひとみです。よろしくお願いします猫ちゃんとか餌くれないとなつかないイメージだったけどそんなことないんだねまあねでもまあ八年ぐらいうちのにゃんこ今飼ってるにゃんこでさえ やっぱ0歳から8歳ぐらいまでずっと私もそばにいて育ててきたからそれかなやっぱ0歳の頃からちょっとぐらいしか会わないって感じだとつかないかもしれないよねそうでも先代の猫ちゃんも会わせたら私もずっと生まれた直後から家ににゃんこがいる生活を送ってるので、まあ、なんか猫が嫌がること猫が好きなこととかもまあねもう私も本能的に分かってるから。 うん、嫌われることはないかな。おすごい19年にあんこ飼ってたからすごいわかるだって可愛、ね、かわいいよねかわいい当にかわいいあんな小さい存在で <laughs> あんな小さな体でねけなげに生きてこん,そんな本当に小さな存在なのにもう心の支えとしてビッグサイズ素敵。 家族です本当に体は小さいけど癒される本当にそうなのかわいい <laughs> うるさい <laughs> あ水がなくなっちゃった雲喉が乾いたお水お水おー 生活音配信 <laughs> いい音。ザイスさんイマジナリーザイスさん。お <laughs> <悪>い。<laughs> 仕事始めたら猫ちゃん会えそうは意地で参ります。 意地でも会いに来ますじゃないと私多分死んじゃう猫不足で死んでしまうので意地でも時間を作って会いに行きますはい <laughs> そういえばテレビはあなんか父のもとに届いたらしくそう。 近々設置してもらいますイエーイテレビが届いたから設置する日を教えてって言われた <laughs> 感謝そう何日の夜空いてますって言ったら了解みたいな <laughs> お願いしますって言ってそうね仕事の話とかもしてるんでなんか 同時にやってもらいます伸ばしに来ましたありがとうやっほーこんばんはにチャけ温泉の竹ひとです本日もよろしくお願いいたしますあ結婚してが見えたあれ結婚してが見えたダメです <laughs> 本日もダメです <laughs> 一番最初は何見る予定えー、そう言われると難しいなうちになんかこれって決めてないけど、まあ、毎日 YouTube 見てるからそれの感覚で YouTube 見そうテレビを買ったのにテレビじゃなくてテレビで見る YouTube が優先されそうです <laughs> 仕方ない <laughs> にゃんこ一人であんな泣いててかわいそうにこっち来ればいいのにこっちおいでそこで泣いてたって構ってくれないよ誰もねえまりちゃん <laughs> ねいちゃんはねこんな近くでゆったりにたっぷりのんびり <laughs> 寝てるというのにねえあんな遠くでニゃンニャ泣いてたって誰もかまってくれないよね。ねえ困っちゃうよね。 ゆてきみてか,、ね、からするとお前が恋なんだよ <laughs>。そうゆきお嬢様だからさそうなのゆきみお嬢様だからあのチャゲちゃんが来てよなんてもんじゃないねもうお前が恋って言ってるあれはそうマリは近くで寝てんのねえまりちゃん。ねえ目は開いてるけど普通に横になって。 ゆっくりしてくれてるんですけど「ゆきみシルバーはよ迎えに来い」や絶対そう「ゆうきうるちゃい <laughs> うるちゃいしそんな泣いてたら疲れるであんた」「嫌じゃないのよこっち来ればいいのに迎えに来い」じゃなくてさ 向かいに来いって言って行ったって嫌がるでしょニャーじゃないんだよ <laughs> どう思いますか。<laughs> あ結婚して見えたダメでーす。 ゆきが諦めてこっちに来るのを待ってます私ははい <laughs> 複雑な猫心積んでる川」こういうとこなんだよねそうなのよなんか迎えに行ったら来んのかなちょっと待っててみんなもじゃちょっと待ってて。 おい。 ましゆきちゃん。ゆきちゃん抱えてきました。<laughs> はいここにいましょう。ね。はいおだまり。おだまりお休み。はいここにいましょうね。<laughs> ゆきちゃん。はいおだまり。ゆき。ゆきちゃん。 黙ったー。<laughs> <laughs> おい、また。<laughs> 違う,もう。行かないで、どこ、になんで戻るの?。ゆき。え、ね。もう、知らない。<laughs> まだ戻ったもん。ああ。もう、知らない。 もう知らんうるさい。は <laughs> いやユキがさ ユキがさ私自分の部屋でショールームしてると思ってそうあの今ね今リビングにいるんです私でもいつも今まであの配信してたのって自室でやってたんですよだから私の部屋の前で泣いたら開けてショールームに <laughs> 移してもらえるっていうか一緒にしてくれる一緒に。 楽しいことしてくれるって思ってるんだよね。私がこうやって話してるイコール部屋にいるから部屋に行けばなんか楽し,楽しくやってやらせてくれるって思ってて。<laughs> そうでなんか部屋の前で私の部屋の前でニャー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 なんてうるさいって。 捕獲して、上がってきた。あ、何そう。上がってきた。あ、ママが電話終わったのか。まだ配信してんだけど <laughs>、うるさいもう、なんでそんな喜んでんの <laughs> 今ね、ママのなんか電話が終わって、 ママが部屋から出てきたらユキちゃん大興奮危ない走らないでユキもう怖い <laughs> 誰も構ってくれないからママが部屋から出てきて大興奮さっき迎えに行ったのにまた下戻ってあれあれあそんな顔して変な顔して 目まん丸にして本当に、うん、どこどこえ足音聞こえるでしょみんなどこ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 ってにゃんころの本当に困っちゃうよね <laughs> いやでもそうなんだよねある意味賢いんだよなこうやって話してるイコール部屋にいるはずだそこで泣けばかまってもらえるはずだまで頭が回るんだから な,なんか餌もらおうとしてる <laughs> こんばんは今日はラジオなのねそうラジオでちょっとさせていただいてます <laughs> 家に遊びに行ったかのような臨場感 <laughs> 本当だよねなんかラジオ配信なのにこんな臨場感あ <laughs> ふれる配信者あんまいないと思う <laughs> ウケる本当にもう嫌になっちゃうもう ああ、疲れるわ、ゆきちゃん。逆にラジオだからこそ、こう想像させられるっては <laughs> ああ、こんばんは。むしろ今はラジオでよかったかも。確かに。<laughs> やん嫌になっちゃう。 に来ましたありがとうございますやほー、まあ、ねそんな感じでちょっと今日はね実家のリビングにいてあったまりながらダラダラ状態でまあ本当はねカメラもつけてもいいんだけどさうちょっとオフモードなんですよねあくびを添えて <laughs> すっぴんではないんだ ちょっとオフモードなのでちょっとラジオ配信でやらせていただいておりますそうだからあと10分ぐらいで終わりにしようかなと思っておりますよろしくてよろしくてあと10分ぐらいの配信で終わりますけどよろしくて。 寝っ転がってはないね寝っ転がってはないけどこたつに足を突っ込んだままテーブルにえ肘をかけもたれかかるようなこ <laughs> の字 <laughs> 私今この字で配信しておりますはさ、い、らにゆったりのラジオモードめっちゃ好きあ、本当確かになんで飛び跳ねてんの <laughs> 雪跳ねないで ピョーンって子猫だと思ってんだから自分のね本当にどこにいるの落ち着いてください <laughs> おーおーおおおお怖いよ落ち着いてこれうん <laughs> ピョンピョンうさぎですか君は君はうさぎですかいいえ猫です よくわからない英語の文章えあるよねなんかあとなんか日本語の勉強の教科書とかにありそうじゃない「君はウサギですか?」「いいえ猫です」みたいなわけのわからない文章ありそう <laughs>、ね、変な話してる間に結婚してきてたそれはダメです <laughs> 教科書にありがち。<laughs> ああシーズジャパニーズコメディアン、ここで出てこなくていいよ。シーズはジャパニーズコメディアンじゃないんよ。<laughs> ユキちゃんからすれば遊んでくれないのになんでいるのみたいな、逆にね。そうなんだよね。早く構えってとこなんだろうけど。 温泉 <laughs> モードオフロモードちゃお温泉とオフロモード、ね、オンオフの違いね使っていこうじゃあ今は風呂モードだねお風呂モードですかわいい爪の音鳴らして登場しました麻里ちゃん <laughs> かわいいねあんたうん まいちゃん,、ま、んはねなかなか爪を切らしてくれないからフローリング歩く時にツカ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 ってね音がするんですよ OL のハイヒールみたいな音がね。ね。あ爪バリバリしないよ怒られるよチラ猫飼ってる人のラジオ配信ってこうなるんだね <laughs> ハイヒールじゃんあコメントかぶりしちゃったヨッピーさんたくさん桜の花びらありがとうかわいい自撮りの私に花が待ってる <laughs> ご実家でリラックスしてるのがいいですねだってもうリラックスリラックスです最高ですダラダラしております こんばんは。<laughs> あ、花火上がった。ありがとうございます。ありがとうございます。週。百七十四レベルだって、たくさんレベルが上がりまくっている。二二二二のぼせ中、本当だ。にゃん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 、盛り上がり。 大喜利しずありがとうございますし。胴体を釣って爪切りする。グッズあるやん。あれって聞くのかな？でもね。思うんだけど、胴体釣れる状態のにゃんこは爪も切らしてくれんだよね。多分なんかあれでしょ。つるつる巣までが多分無理だわ。この子ねえ。おこんな近くに来たの？あれ、こんな近くに来たんですか？可愛い,いですね。こんばんは。 いちゃんこんばんはこんばんはハ <laughs> っちゃった <laughs> 吊つるし猫だ確かにつるしグマならぬつるし猫そうなんだよねつるせるぐらいまで多分扱えるようなにゃんこちゃんはね爪も切れるんだ <laughs> ユキはね爪爪をね切らしてくれますマリちゃんだねマリは本当に爪切れないからつか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 どこ歩いてるかすぐわかる逆にユキちゃんはお風呂の時どんな感じですかえ <laughs> お風呂に入りまちん <laughs> え ゆきちゃんはお風呂の時どんな感じですかの質問の答えはですね「お風呂に入りません」以上「<laughs> 不潔やだ」<laughs> えー、もう <laughs> 13年風呂拭いちゃう <laughs> 悲しいやだやだにゃんこだからね、まあ、体拭いてあげますよ。<laughs> 体拭いてあげてますけど <laughs> やだ10年以上お風呂入ってないゆきちゃん不潔じゃんちょっとえきゆきゆきはねお風呂入ってないんだよねまりちゃんもお風呂入れないんだよなお水が怖くてねとにかくこの子たち無理なので。 そうでもなんか猫用のシャンプーとか、うん、猫用のその拭き取るやつとかやってもいいみたいなのはもちろんあるんだけど別になくてもやんなくてもそう猫自体悪いってことはないらしくてなんかあのそれのせいで風呂に入らないせいで病気になっちゃいますみたいなのないらしいんですよ。そそそうそううう猫ちゃんはしょうがないよねでいけるんですよね。そそそそうそうそうう もうねなんか水分という水分にずくが1滴かかるだけで「ギャーみたいな感じのタイプだからもうね無理なのは分かってるんだけどもう本当にこんなにお風呂入らなくて猫って大丈夫なのかしらと思って調べたら大丈夫そうなんでまあそれこそこうベランダとかちょっと外出た時にゴロゴロして砂ついてるよとか汚れてるよとか花粉だらけだよ絶対って時はフキフキするんですけど。 そうでもなんかこうんかこう「10年十年風呂に入らない」っていう単語だけで想像すると恐ろしいな人間で考えるとちょっと恐ろしいなってなっちゃいますそ、ね、そうなんですよそうななんんでですすよよね。 10年もの10年ってもうちょっとねああってなりますよね前飼ってたにゃんことか猫シャンプーやらせてくれた気がするんだよなやってたイメージあるんだけどねただねうちのにゃんこブラッシングは好きでそう猫用のブラシがあるんですよあの抜け毛カンもうっていう。 あの冬毛の杖毛って変わる時にすっごい毛抜けるんだけどそういう時にぐし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 やってあげるとそれはすっごい気持ちよさそうにやるからまあなんかある程度自分たちで体舐めてくれてるしそういうタイミングでブラッシングもしてるしまあ大丈夫なんじゃないかなと思ってます。うん、<笑><笑>うーんん ね洗ったらふわふわになるそうなんだよね前飼ってたにゃんこちゃんはね普通にあの浴槽の縁とかに座ってたんよで尻尾とかあの湯船なんか入れてたんだよねあったかいんだか知らないけど尻尾入れててフフフフリ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 してたんだよなそういうにゃんこもね昔飼ってたことがあるから本当に猫によってなんだよね お風呂が好きな猫もいれば嫌いな猫もいるしそのニャンこなんてドライヤーもさせてくれてたからなバッサバサになってたけど気持ちよさそうだった <laughs> そう頭のいい子でした黒猫ちゃんでその子その子オスだったけどねうちに2人とも今メスなんでてそういうのもあんのかな分かんないけどあれ結婚してが見えたダメでーす 名前おもろい冬眠明けで寝ぼけてるアザラシ可愛い,い <laughs> でも結婚したらダメです <laughs> 飲み対策そうね飲み対策ができてますねうちのにゃんこからなんか体から変ななんかそういう飲みとか変なの出てきたことないなてかねなんなら病気してないねゆきはちょっとなんか割と敏感体質で。 あれ大丈夫かしら?」ってこうたびあったんだけどまりちゃんはマジでこう11年11歳かな今11歳になる年なんだけど1回も風邪とかひいてないのめっちゃ丈夫まりちゃんマジで丈夫それこそ爪も切らしてくれない何もさせてくれないみたいなシャワーも何もあったもんじゃないみたいなタイプのにゃんこなんだけど一度も体調崩してないからねはいあの子は丈夫ですうんとすごい。 すごいよな。普通にすごくない。10年間風邪ひいてませんって <laughs> すごいよね。麻衣ちゃんかっこよすぎでしょ。あ女の子ですけど、そうはいかっこよすぎますよ。私なんてもう1年のうちに何回風邪引いてんのってぐらいなのに。まりちゃんは10年で一度も風邪をひいたことがない。すごいよね。<laughs> 私より健康人間より。 まあね、自然体の方がいいのかな。まあそういう子もいるよね。野性味の強い子ということで。本当にすごいわ。にゃん。<laughs> 逆にね、風呂入ってないからこそ抵抗力がついた。風呂に入らない方が免疫力つくんかなってコメントあるけど。10年間風邪ひいてません。風呂も入ってません。強烈。<laughs> 確かに。パワーワードだけど健康体ならいいよね。ふふ。 そう,そう,うちのにゃんこはこんな感じでで元気ですよみんなにねたびたびんかこう「最近ゆきちゃんまりちゃん見てないんですけど元気ですか?」とか配信でコメントいただくんですけどさっきの「にゃー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 うるさく泣きわめくゆきちゃん」とかカツ,カツ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 歩きながら釣り寄ってくるまりちゃんとかの音声だけでも元気なのが伝わったんじゃないでしょうか。<laughs> あらなんか一気にいろんな方が訪問してくれましたありがとうございます茶系温泉の大竹ひとみですよろしくお願いしますちょっと今日の配信もうそろそろ終わりにしようかなと思ってたところなんでもしよかったら普段は顔出し配信もしてるのでぜひフォローよろしくお願いしますまた見に来てください フォロワーさんも2000人目指してるのでフォローしてくれると嬉しいですそしてこのタイミングで渋ぶちさんのファンレベルが10に上がりました初めてありがとうございます突破対341人になりました嬉しい341本当に350人近づいておりますありがとうございますそうなの340人いったんですよ今日の配信でこの枠っていうのかなこの配信で行きました 嬉しすぎありがとうぜひ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 私の配信というかルーム応援してください341すげーじゃあ基本グループ名でありますそうです個人です 車検温泉の主大竹ひとみさんゆるく配信させていただいております解散の日も近づいてきましたざわざわえそうなんだよねファンレベル10オーバーの人こんなに集まったのにまた来月1日になった瞬間にゼロ人って思うと本当に悲しいんですけどうんまた1から4月も <laughs> 頑張ります 突破隊が増える嬉しさとあと4日で解散の悲しさねあと4日で350行くのか行かないのか分かりませんけれどもまあね3月いっぱい配信していろんな時間にいろんなイベントにも参加してファンレベル10オーバーの方がこんなに増えて嬉しかったですね。<laughs> 解散のほんとだよね解散しちゃうからあれですけどまあでもでもでも無理せず来月も楽しんで配信したいと思いますこんばんはどうもこんばんはチェケ温泉の竹ひとみですよろしくお願いします <laughs> ああ こちらはいつも楽しんでます良かったですいつでも楽しんでください <laughs> ラジオでもね映像ありの配信でも変わらぬ楽しさを私は配信でお届けしたいと思います <laughs> ああ,あなんだろう感想なのかな 暖房とかさストーブとかってさあったかいのはいいけど乾燥するよねやっぱりでも今日のお昼暖房つけないでいられたよなあったかかったわなんか週末噂によると2 0度近くなるなんて聞いててびっくりしてるんだけどそろそろあれかなアウターとかも分厚いのダウンとかも着なくていい時期来るかしらね。 春物のお洋服ってさなんかもう着ることもなく半袖に行っちゃうからそろそろなんか薄着で楽しみたいよねうんうんあらありがとうございます小暮さんかわいいクマちゃんいただきました Thank you! 23度とか言ってるね東京の日曜日だってうわーおほほびっくりついに桜が咲きそうだよね4月入ったらお花見とかできんのかなまあなんか本当に人混みが嫌いな私がお花見なんて行くのかしらってきっと一瞬思ったかもしれないけどみんなねえ なんか花見まで行かなくてもその道行くところに桜の木とかがあるとなんかおおってなるじゃん咲いてるとね桜ってふわふわしてかわいいし見たいんだけど <laughs> バレた <laughs> 23度ね20度超えたらさすがに咲くね桜も。 コメダのカップルにねえあんな寒くてまだもう枯れてますよみたいな木の状態で桜を見ようとしてたコメダに行った隣のカップル何してんだろう <laughs> 今頃またお花見の予定立ててるといいけどねなんかこんなはずじゃなかったしてもり下がってたからななんか <laughs> 花粉症は大丈夫ですかなんか割と大丈夫になりましたやっぱヒノキは私弱いみたいですね杉がマックスでした私にとってもう花粉症で一番やばいの杉っぽかったですその時期がマックスでヒノキは落ち着いてきました今週末花見客増えそううわー確かに まあなんかお花見に関連するようなとこどこだろうそれこそ目黒川とかとなんだ上野公園とか新宿御苑とかあの辺かしらねその辺に行かない <laughs> そこを避けてこっから4月の頭まで <laughs> また結局自分はお花見しないじゃんってなりそうだけどはいその辺を避けて生きていこうと思いますうんうん 深夜の夜桜鑑賞最高かもね夜桜鑑賞とかほぼしたことないんだけどなんか治安悪そうで行ったことない夜桜イコールやっぱさお酒が入るからさなんかさ若い人もさおじさんおばさん含めさなんかさやっぱお酒が入るとさなんかま,とまともよりまともではない人の方が増えるじゃないですか特に外でテンション上がって飲みまくってるイメージがそう思う治安悪そうで行かないんだよな でもなんか夜桜ってさ夜桜自体は綺麗じゃないですか,なんか行きたい気持ちはあるうんねえあまりちゃん帰ってきたウェブ花火でいいかねえ当に私そういうタイプになっちゃうからなでも行きたいなうん そうウェイっていうテンション感まあなんか自分もその中に入っちゃえばいいんだろうなでも無理だなそのウェイのタイプじゃないからな元がそう <laughs> うちのマンションのリビングの窓から川沿いの桜が見れますだってもうす毎日お花見だね ある程度ライトアップされてないってよくわからないけどねそれはそうだねライトアップされてないともう何だろうみたいな一応咲いてはいるけど近くに行かないとなって感じなりそうまあ行け,ければいいなぐらいに思っとこう見れればいいな行ければいいなぐらいもう絶対に行くぞって決まってこうぜすると うわ人多いうわ辛いかもやっぱり帰ろうかなとかマイナスな気持ちになるから見れればいいな行ければいいなぐらいな感覚でいようフ天気よく気張ってこうぜ出ちゃうなうん。 かわい,いねまりちゃん足踏みしてま里ちゃん足踏みしてかまってほしいってママの方向いてるんだけどママ全く構ってくれない <laughs> かわいそう足踏み座りながら足踏みして「ここにいるよ」って「私ここにいるわよ」って座ってんのにまって 全く相手にしてくれなくてかわいそうにということで私は今ずっと右手でマリちゃんを触っております <laughs> 足踏みめっちゃ可愛いんだけどなにこれ <laughs> マリちゃんよく足踏みするんですよね可愛い,いね足踏みするの

なんてすっごいブルブル言ってると思ったらまりちゃんにゃってユキか幸せそうに寝ながらブルブル言ってるよかったねよかったねにゃんこたちはうちに来てねやっぱりユキちゃんとまりちゃんは大竹家で幸せになる運命だったんだよハート届いてますかこのハートが君に届いていますか 全然届いてないみたい <laughs> 悲しいなマリ、ま、ちゃんに指ハート送ったんだけど全然見てくれなかった可愛い,いねでも私の足の上に乗ってるのよね今私の足首の上に腹を乗せて大竹ひとみさんは私の下みたいな感じでね征服してもらってありがとうございますあなたが一番可愛い,いですハートハート ハートだけは受け取ってくれないんですよね。<laughs> ああ。かわいい。ああ、かわいい。ああ、かわいい、かわいい。<laughs> 肉球ハートで返してもろて。肉球ハートなんてもうね、そんな行為を想像してしまったらもう、もう、キュンし。 あるじゃんあの「尊いに死」って書くやつ「尊くて死んじゃう」オタク用語みたいなあれ最初「孫死」だと思ってた「孫死」とか「孫死」って呼ぶのかと思ってたんだけど「尊死」っていうのねあれ <laughs> 結婚してはダメです可愛 <laughs> い可愛い,い,い言ってますけどダメですえやっぱ「孫死」って読んじゃうよねあれそうだよねずっと と唐突し損失と思ってた損失 <laughs> よくないよね損失ってワードがもうラジオで特に今聞いてたらなんかん損失ってなりそうだけどそう <laughs> やめやめエヌジーワードみたいになってるそう唐突しか <laughs> 思った <laughs> ああかんあかんんえー、やっぱだと思ってたえそうだよね本当にそう待って待って NGNG コメント欄 NG 多いな NG 多いのに待って待って待って星になんない星になってくれせめておいおい正座しながらはダメダメそれはそれはあ,あ,あかん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 てんてんてんじゃないおいおい星星 <laughs> 3つぐらいは星ついていいのにな 全然星になんないじゃん。<laughs> あかんあかん。やめて。<laughs> <laughs> あれ、いつの間に時間が過ぎる。ほんとだ、もうこんな時間じゃないですか。確かに。あこんばんは。ヤホー茶器温泉の大竹ひとみです。よろしくお願いします。どうもどうも。 ちょっとね、もうそろそろもうかな配信終わりにしようかなって思ってるんでちょっとまた配信見てほしいからぜひぜひフォローして次の配信待っててくれると嬉しいですあらありがとう嬉しいフォローしてくれる優しいお方々お方々ありがとうございますヤッホー茶券温泉の竹ひとみですあらせりちゃんのキャラクターがアバターの方がいる 今日セリちゃんとあれだユキたん誕生日だよね LINE しましたわそうそうそう仲良しのお二人が同じ誕生日なんだと思ってそうそう数少ない現役メンバーの連絡取ってる人たちですね <laughs> 配信楽しいんです。また来ます。ありがとうございます。そんねもうそろそろ終わりにします。だって、あと10分ぐらいでって言ってから、2、30分経ってる気がするから、<laughs> そろそろ終わりにするわ。<laughs> バレた <laughs> 言わなきゃバレないだなね、確かに。時計見たら、あれ、だいぶ時間経ってると思って。はい。 ゆっくりお風呂に入ってこようと思います今日も楽しかったですありがとうございますてんきゅーじゃあ壇上読んで終わりにしようと思いまする壇上ライブランキングですよね縦画面マジでて慣れない 13位、小次郎さん、ありがとうございます。12位、リリヒトさん、ありがとうございます。11位、エザモンさん、ありがとうございます。10位、ペンスさん、ありがとうございます。9位、小一さん、ありがとうございます。8位、キュウリアさん、ありがとうございます。7位、ハーブのダーメさん、ありがとうございます。 6位、ゆうたパパさん、ありがとうございます。5位、わさびいろさん、ありがとうございます。4位、おのじゅんさん、ありがとうございます。3位、おぐろしげおさん、ありがとうございます。そして2位、よっぴーさん、ありがとうございます。そして1位は、パンダマルさんでした。ありがとうございます。Thank you. ありがとう。おやすみなさい、皆さん。ありがとうね。また、明日かな 明日、明日は配信できそうですね。ありがとうございました。バイバーイおやすみなさい。バイバーイ。また